はい、じゃあそろそろ始めようかと思うので、ゲストの人は前の方に座ってください。はい。はい、前って。あ、一応ここ、はい、ここね。で、今そのカメラで押さえて二人の登場してやってるんで。はい、あ、この辺これ。そうそうそう。あ、そうそう。だって見えないじゃん。なるほど。よいしょ。なんかね、あれ出して、そうで今日の進行、あ、今日は来ていただいてありがとうございます。まだ来たらポロポロ来ると思うんですが、今日はバーアンドロイドエクステンデッドで、先週、今週かな、僕もお手伝いさせていただいたハッカーテンっていう読売テレビで、やった、あと、ハッカソンをテーマにした番組ですよね。そうですよね。一応そうですね。一応そうですね。テクノロジーとオープンイノベーションをテーマにしたっていうのを話します。うらやましいっすっていうのをやって、ただ関西でしかやってないんですけど、見逃し視聴で見れるっていうから、じゃあみんなで見た方が面白いやんって言って、おお。あ。金髪の人来た。出てる人がよく出てる。で、まあ、実際に取材をいっぱいしていただいて、いっぱいビデオを回していただいたんですが、まあ、番組が、ね、2時間しか当然なかったりするので、いろんなところがぶった切られたりとかしてるから、じゃあ作った本人たちを読んで、ここってどうだったのっていうのをこう裏話をしつつみんなで見ようかなというイベントを、やらせていただきたいと思います。で、まあ大体みんなもう紹介したよね、紹介したよね、されたよねっていう形なんで、普通だったらこうプレゼンター紹介するんですけれど、まあ、進行としては再生しながらこの辺で話聞きたいなと思ったら俺が適当に止めて、スミさん、関さんに、そうそうそう、ここって何だろうって解説付きみたいな、解説付きっていう、そうそうそう、音声やりたかったんですよね。そう、だから音声多分やりたかったんちゃうかなっていうか、ほんとね、60時間だっけ、なんか取れなくて60時間とかあったのが100時間とかあったのが1時間とか100分の1やってること残りで 99% は飛んでるってわけなので、多分何か面白いことがあったはずやと思うから、その辺面白おかしく言うてねっていう、そういうそういうテーマですと。はい、じゃあ、これ前半も見ます。前半も飛ばし飛ばしでいきます。だから、いろいろなんか最新テクノロジーの紹介とかいうのはバンバン飛ばしていこうと思っています。まあまあいいですね、今日は飛ばすとですね、CM がたまに出ることがあるので、ちょっとなるほど、はい、これ CM ですね。これ飛ばせないんですよ。これスキップできたらまずいじゃん。そうそう、これをいいぞコナン、鳥取の星、これね、今日から CM だ。そうそうそう、皆さんね、うちのイベントは基本的に飲んだり食べたりぜひしてくださいイベントなんですよ。お店の売り上げなので、どんどん、まあ、最初1杯目は、チケットなんですが、2杯目以降はあそこで頼んでいただいて、やってる最中でもやって構わないんで、あとは 前の方がいいね。あ、うん、前そこ副音声の話、副音声、はいはいはい、副音声、はい、副音声、カズの客でよく立ってくる。なんか矢部くんとか若さんからなんかメッセージが入ってる。はい、一刻も早く駆けつけ、はい、治療を行うことで一人でも多くの命を救う、それがドクターカーじゃないですか。ドクターカー、4月7日木曜夜11時59分スタート。全然負けない。IT ボーイ、タツタン教頭です。どうもこんばんは。松尾さん、んん、今回の番組、ハッカテンという番組を合ってたの。ハッカソン、ハッカソンをもじった番組なんです。あ、わかります、ハッカソン。知らないです。美形少女アイドルの黒田さんにね、はい、ちょっと説明していただこうかなと。はい、ハッカソンというのはですね、はい、プログラムを改良するという意味のハッカという言葉と、めっちゃ簡単に、めっちゃ簡単に、なんかカンペ読んだりして、はい、で、時給制の時給制、時給制、あ、そうなんです、時給制、余計なこと言って、
のこう白さ、肌の白さとかうちの CSO と同じぐらいですよ。すげえツルツルですもん。なんかいろんなことがこう可能性が広がっていくっていうことを目論んで、みんなで銭儲けするという最終的にはそこかもしれないですけれども、で今回は世の売り場さんというかそのイベントといいますか、プロジェクトとしてやってしまおうと思って。いやいや、そこばっかりじゃないんですよ。まあ早速ですね、ハッカ展どんなプロジェクトなのかご覧いただきたいと思います。未来を目撃せよ。これでも壊せるから。それはテクノロジーが作り出す未来。これは人工知能、そして精神。最先端テクノロジーは今私たちの生活や社会に劇的な変化をもたらしている。テクノロジー、人、アイデア、この無限大の可能性を追求する番組がハッカ展。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは専門家の方にも来ていただいております。どういう機会なんですか。どんな風になっていくと思われます。皆さんの知り合いいっぱい出てました。そう、知り合いだらけなんです。お互い紹介してるからじゃないですか。確かにそりゃそっか。なんか決まった。名探偵コナン。名探偵コナン。名探偵コナン。これね。誘導していろいろ話したり。シリコンは書き下ろしアニメ映画がついて特別価格。なるほどね。書店へ急げ。高し。飲み物はこうガンガンね。はいはい。ましょうね。俺も負けてらんない。そう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 。東京から東京育ちなんだ。今回の目論みは2人が持つ豊富なテクノロジー知識と斬新なアイデアで大阪に新たな化学反応を起こすこと。まずはそれぞれアイデアを出すきっかけとなる場所、ハックエリアを選択。そう、これはちょっとね、石川さんにお聞きしたいんですけど、このエリアって誰が決めたんですか。これはね、適当でした。適当でいや、だってこれ、なんで酒井が、陰徳天皇陵はハックできないだろう。ハックできへんやろ。いや、あれ見て、めっちゃこれ失礼やろ。宮内庁ですからね。そうなんです。一番厳しい。あれ入れるんだったら、関空とかもっとあったの。そうそうそう。で、道頓堀エリア言うと、広いわ。めちゃめちゃ適当でしたね。全然成し付けてへんやろって。これどこまで行っていいんですか。これいやいや、もう行っちゃってください。これもうね、僕は大阪城は僕って最初から決まってましたからね。大阪城は僕っていうことになっていて、あの選んだフリなんですよ、ここは。すごい、いきなりぶっちゃけますね。あのね、これ大阪のイベントでも言わなかったんですね。あの読売テレビさんのイベントなんか言わなかったんですけど、ここはあれですね、あの結局大阪城の公園の管理っていうのが委託を受けてるのが読売テレビさんと電通と、それが大和ハウスの合弁なんですよね。で、大阪城のマネタイズっていうのがすごいできない、なかなかできないから、そこが課題だっていう話で、もともとこれも電通の森下さんとかちょっとこういうやつやったらいいかみたいなじゃないかって言ってたらしいっていうのを聞きました。東京はいくつか、でもあのこれの収録の前にいくつかこういろいろエリアありますよねみたいな話をして、でまあ、あのどこで何やりますか、大阪城はなんか鷲見さんやるらしいですみたいな、でいろいろ話聞いてる中で、まあ、海遊館良さそうですねみたいな話になり、そっちは仕込みじゃなかった。そう、一応ね、いくつかの中から選ぶ。まあでもこれを収録した時にはもう決まってます。一瞬で終わりそう。そこはテレビ的なやつですね。でもなんかね、大阪城はさすがにそのきついやつを関さんにやらすわけにいかんやろみたいな話。どこやったら大阪城選んでたらやばかった。あの、ね、娘、あれ何にもできないですよ。水族館好きなんです。ああ、それは本当だ。ちょっと
と海遊館興味ありますね。まあ大阪城ですかね。これか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 、はい、花火浮かずにちょっとこう 手出しできないみたいなところもあって、ちょっと